たサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間は川崎フロンターレ対浦和、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形成ですよね、はい、右左に位置するサイドアタッカーですよね、はい、これが一つのポイントになりますよね。サイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい、さあこのワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールでキープできること、ためを作れるということが重要になりますよね、はい、もしくはやっぱスピードのある選手ですね、うん、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい、今ファーストハーフキックオフになりました。川崎フロンターレ対浦和、エキシビションマッチが始まりました。まずはこのゲームの入り方ですよね。立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますからね。自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。まずはこのゲームの立ち上がりです。組み立てながら攻め上がっていく、スルーパス、ここで丁寧にコントロール、谷口、奈良、パスの交換、スペースへ出す、いいボールだ、自分で持っていく、シュート、シーマーグ、浦和ここは大きくクリア。危険なシーンでした。中村健吾へ、斉藤、長いボールを送ります。谷口、ここでファウルがありました。斉藤、素早いパスで攻め上がっていきます。上り里、ここは対応します。抜けてくる、出ましたね。お、いい形ですよ。どうする、自分で行く、家永、裏へ届くか、奈良、上り里、まだこの前半スコアに動きは見られません。スルーパス、斉藤、スルーパスを出す、もうこれいいですよ。これ仕掛けるか、ここはキーパー処理しました。大島、阿部、裏へのスルーパス、さあどうする、シュート、来た、先制、家永、北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。
さあ川崎先制ゴールを決めました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、はい、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。緩く狙ったボール、いいボールですね。あるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。浦和同点に持ち込みました。いやこれすぐ取り返しましたよね。メンタルの強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいんですけどもね。コオロキへスルーパスを出す。足元大事に行きます。中上げる、タイミング合いませんでしたね。このパスには追いつけませんでした。阿部、中村健吾、裏のスペースへ、いいボールですよ。斉藤へ来た、足元狙う、よくカバーしましたよ。大きく縦へ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあここでカウンター、上り里パスでつないで攻め込んでいきます。川崎狙いましたね。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ヘディング、いやー勝ち越し、フロンターレ。前半も残りわずか、頭で正確に流し込んできました。いいシュートでしたね。スラッと落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。イエナ、今日2点目のゴールです。さあ川崎ここでリードを奪いました。山中、ここで前を向けるか、右サイドへ振ってフリーだ、前が来ましたよ。阿部、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。差は1ゴール。しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。この 2-1 というスコアですよね。そうですね、次の点によって、はい、やはりどちらが勝つのか決まってくるところがありますからね、うん、なるほど。川崎としては早めに追加点が欲しいと思いますから、後半は序盤から仕掛けてくるかもしれませんよ。川崎フロンターレ対浦和、川崎2対1でリード、前半を折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。谷口、奈良、大島へ、中村健吾、上里、斉藤、柏木、マウリシオ、さあ左へ預けて、さあ一気にカウンター、チャンス抜けた。浦和ここで選手を変えるようです。おいい形ですよ。振り返しクロス、長いボール縦へと、ボールは少しルーズになる。レアンドロ・ダミオ、本日2つのアシストがあります。
ここで中へ切り込む。さあどこに出してくる。川崎としては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。浦和これは奪い返します。イエナン、すでにこの試合で2ゴール決めています。大島、ここはすぐ奪い返します。川崎カウンターを仕掛けていきます。レアンドロ・ダミオンへのボール、スルーパスを出す、シュート、いや追加点、ボンダーレ、追加点が決まりました。これで差は2点。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、はい、てくれというようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。さあ再び選手の交代です。浦和、さあ川崎2点差にリードを広げてリスタートです。川崎としてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。川崎としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。谷口、浦和としては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんですよね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんです。メダル、これをパスト、ガジン、キーパー前へ蹴り出します。柏木、さあ右へ預けて、さあ繋がるか、おっといいボールでしょ、杉本へ、お、これいいでしょ、上げてくる、どうだ、打つか、スルーパス、レアンドロ・ダミオンに渡る、ゴールの角のパス、斉藤、シュート、西川周作、浦和ここはクリアでピンチを脱します。中村、ここは足を出して踏ん張ります。ドリブルで上がる、スルーパスを出す、この位置でボールを受けます。低いボール、フリーで受ける、来た、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。浦和十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。裏のスペースへ、裏へ届くか、杉本、柏木、さあコールキープ、レアンドロ・ダミオン、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。まあ、クアルになってますからね、点も取ってますしシュートも決めてますから、相手としては抑えておかなければいけませんよね。裏を狙っていきます、抜けてくる、収まった、フリーだ、倒されます。これはペナルティーエリア内、足いっちゃいましたね。川崎ペナルティーキックを与えています。さあこれは外せません。決めた、
ここは確実に決めてきました。完全に逆をついてましたよね。手堅く蹴ってましたよ。ポーロキ今日2点目です。もう1点いけるか。あと1点ですからね。いってほしいですね。ここまで来たら。川崎としてはこのまま終わりたいとこですよね。危ない。キーパーからのロングフィード。ここで笛です。3対2、川崎勝利です。接戦をものにしました。